水分補給、入浴後、落ち着いてから母乳かミルクを与えます。終わりに、ベビーバスを使っての沐浴は生後1ヶ月までです。その後はお家のお風呂の一番風呂に入れてあげてください。子育て世代の皆さん、子育て世代包括支援センターハッピーをご存知ですか？子育て世代包括支援センターハッピーでは、妊娠期から出産、育児までの切れ目ない支援を行っている機関となっています。今回ご紹介した赤ちゃんの抱っこの仕方や沐浴の実習もできます。ぜひお待ちしております。